なんか残ってはるんですか。家族で。家族。東京の兄貴。お二人。うちは伊藤と伊藤の兄貴。来てもらえませんの。自衛隊。途方に暮れていた男性。倒壊した自宅にいた母と兄、そして隣の家のいとこを探していた。その時だった。いとこが現れた。ちゃんとしっかり聞いてよ。うん。しっかり聞いてよ。よしきなんじゃ俺が助けた。うん。で、お母さん。うん。こたつと鍵の間に。顔も見れる。見れるけど、もうレスキューはこれは出せないの。死ぬの。死ぬの。兄が生きていた安藤と同時に、母の死を知った絶望。映像には、二つの感情が交錯していた。今の阪神淡路大震災の VTR に登場していた男性は今は横浜で運送業の仕事をされているそうなんですが、改めてお話を伺いますと、生かされた命を大事にしていきたいというふうにおっしゃっています。